ゴートが世界を石鹸。TikTok 初の旋風に誰もが魅了される理由とは ?K-POP スターも魅了。ジャクソン・ワンとのコラボで話題沸騰中のゴート。TikTok から世界へと羽ばたいたゴート。n、no. ンバーアン Underline I のデビュー曲として、今や世界中でムーブメントを起こしているこの曲は、耳に残る独特なサウンドとキレのあるダンスパフォーマンスで、 多くの人の心を掴んでいます。コーチャーラでのパフォーマンスをきっかけに、iTunes オーバーオールランキングトップ10にランクインし、海外での知名度も急上昇しました。TikTok では、ウサキチやトラビス、クマモンといった人気キャラクターから、シルバニアファミリーやバルトのフィギュアまで、ありとあらゆるものがゴートに合わせて踊る動画が投稿されています。 愛媛朝日テレビのカメラマンやプロ野球選手までもがダンスに参戦している様子はまさに社会現象と言えるでしょう。このゴート旋風はなぜこれほどまでに人々を引きつけるのでしょうかゴートの魅力は中毒性のあるリズムと一度見たら忘れられない印象的なダンスパフォーマンスにあります。言葉の壁を越えて五感を刺激するグルーブはまさに万国共通です。 TikTok には完璧にコピーしたダンスから自由にアレンジを加えたものまで世界中の人々が思い思いにゴートを楽しんでいる様子が投稿されています中毒性のあるリズムとキレッキレのダンスは国境も言語も超えますねというある TikTok ユーザーのコメントがまさにこの楽曲のエッセンスを的確に表現していると言えるでしょう 世界的な人気を誇る K-POP グループ g o ブンのメンバーであり、ソロとしても活躍するジャクソン1とのコラボレーションもナンンバーアンダーアダインア i の知名度向上に大きく貢献しています。ジャクソンのグローバルな影響力とナンンバーアンダーアダインア i の持つ個性が見事に融合し、世界中のファンを魅了しています。デビュー曲にして、このようなビッグネームとのコラボを実現させた背景には、 メンバーの人柄の良さも影響しているのかもしれません。ゴートは毎日聴いていても飽きない、中毒性のある曲だと語るファンもいます。1億回再生を目指して、今日もどこかで誰かがゴートを聴き、踊り続けているのでしょう。せっかく SNS で広められる時代だから、利用しない手はないと思ってます。というある TikTok ユーザーの言葉通り、n o ン I の成功は、 TikTok というプラットフォームの爆発的な拡散力なしには語れません。g o t のキャッチーな音楽と誰でも真似しやすいダンスは TikTok との相性が抜群でした。ユーザーが動画を投稿し拡散していくことで楽曲は瞬く間に世界中に広がりを見せたのです。従来のマスメディアによるプロモーションとは一線を画す。 まさに SNS 時代の新たな成功の形と言えるでしょう。中には、メロディーがないので歌としてはちょっとという声も聞かれます。しかし、従来の歌の概念にとらわれない斬新なスタイルこそがナンバーアンダーライン愛の魅力の一つと言えるのではないでしょうか。彼らの武器は、洗練されたパフォーマンスと圧倒的な存在感です。ヒップホップというジャンルを通じて、 アメリカを中心に世界中の人々を魅了している点からもその実力が伺えます。ゴートを踊る子供たちの動画に滝沢社長が優しいコメントを残し母親が感激している場面もありました。こうした温かい交流も SNS 時代ならではと言えるでしょう。バズってるね。すごい余裕たちって声が聞こえるよという声も聞こえてくるようです。 ナンバーアンダーライン愛はデビュー曲ゴートの大ヒットでまさに飛ぶ鳥を落とす勢いです。彼らの快進撃はまだ始まったばかりです。1億回再生突破を目標に掲げる彼らが今後どのような進化を遂げ世界を舞台に活躍していくのか目が離せません。しかし彼らの成功は一過性のブームで終わってしまうのでしょうか 真のアーティストとして長く愛される存在となるためには何が必要なのでしょうかそれは常に挑戦を続け進化し続けることそしてファンとのつながりを大切にすることではないでしょうかナンバーアンダーライン愛の未来は彼らの努力とファンからの熱い声援によってこれから作られていくのでしょう。彼らの音楽は私たちにどんな影響を与えるのでしょうか 従来の音楽の概念を覆す新世代アーティストの登場は私たちに何を問いかけているのでしょうかナンバ・ーアンダーラインアイの現象は単なる音楽シーンの変化にとどまらず現代社会におけるコミュニケーション、価値観の変容をも映し出していると言えるかもしれません。かつては限られたメディアを通して一方的に発信される情報を受け取るだけだった私たちが 今では SNS を通じて自由に情報を発信し共有することができるようになりました。それは個人が発信者となり世界と直接つながることができる時代になったことを意味します。n ンバーアンダーライン i の音楽は TikTok というプラットフォームを通じてまさにその象徴的な成功例として私たちの前に現れたと言えるでしょう。ゴートのダンスチャレンジは 言語や文化の違いを超えて世界中の人々をつなぐ架け橋となりました。誰もが自由に踊り、表現することで共感を生み出し、連帯感を育んでいます。それはデジタルネイティブ世代にとって新しい形のコミュニティであり、文化交流と言えるかもしれません。しかし、この新しい潮流は同時に新たな課題も突きつけています。 情報型の中で真に価値のあるものをどのように見極め選択していくのかデジタル空間でのコミュニケーションが主流となる中で人と人とのリアルなつながりをどのように育んでいくのか私たちはこの新しい時代と向き合いながら答えを見つけ出す必要があるでしょうナンバーアンダーライン愛の音楽は私たちに多くの問いを投げかけていますそれは 音楽の未来、コミュニケーションの未来、そして私たち自身の未来について考えるきっかけを与えてくれる重要なメッセージなのかもしれません。彼らの挑戦はまだ始まったばかりです。彼らの音楽が今後どのように進化し、世界をどのように変えていくのか、これからも注目していきましょう。そして n o I の音楽は、 私たち自身の内面にも問いかけてきます。ゴートの力強いリズムとメッセージは、私たちの中に眠る情熱や創造性を呼び覚まし、新たな挑戦へと借り立てる力を持っているのではないでしょうか時代をしうという歌詞は、聞く人それぞれの人生に重ね合わせることができる、普遍的なテーマを含んでいます。若者たちは、この歌詞に未来への希望や不安、 自分自身の存在意義を見出しているのかもしれません。あるいは、大人世代にとっては、時代を負うという言葉は、かつての情熱や夢を思い出させ、新たな視点を与えてくれるのではないでしょうかナンバーアンダーライン愛の音楽は、世代を超えて、人々の心を揺さぶり、人生の意味を改めて考えさせてくれる力を持っているのかもしれません。ゴートは、 単なる一過性の流行歌で終わることはないでしょう。それは時代を映し出す鏡であり、私たち自身の内面と向き合うための力強いメッセージなのです。彼らの音楽はこれからも進化し続け、世界を変える力を持つでしょう。そして、それは私たち一人一人の心の奥底に眠る可能性を呼び覚まし、より良い未来へと導いてくれるのではないでしょうか ナンバーアンダーライン愛の挑戦は始まったばかりです。彼らの音楽が奏でる未来にこれからも目を向け続けていきましょう。